広場でお願いします。とある広場にやってきた阿木竹城、ドラマの打ち合わせと偽り呼び出した。それでは行ってみよう。ちょっとすいません、これお願いします。何何、これ絶対落とさないでください。何よこれ。かなりスピーディーで芸術点も満点。お次は落とし穴記念すべき第1回作品となったフォトチャ。ブサイクラ落とし穴の歴史、その礎を築いた。その穴はサッカーグラウンドに掘られていた。さらに、粘着テープの言い方、おはい、皆さんパート1のバイブレーションだ。これがもうびっくりしちゃうからね。こんなのが何も分かってるんじゃないの。はい、いきなりこうあっと来るからね。いいですか、もうどうだ。いやー、うわー、びっくりしちゃった。もうじゃがいっちゃがいっちゃがいっちゃがいかじめんこミスターシェイクミスターバイブレーションが来ちゃったよ。てめえんどら、もうバカ野郎、ほんとに、あんて、ほら、やったよ、もう、びっくりだ、助けて、もう、やっちゃうぜ、ほんとに、ほら、この日はね、これはもう分かってない、もうね、これが日本のもうすごいところなんだよ、これでもう、バカって金を動けちゃうからね、ほら、来た、ドア、この振動、びっくりした、じゃあ、心臓やばいですよ、これ。はい、この女の子ね、もう何にも分かってない。ほら、どうだ、あっと来たね。もう、ほら、
と驚いちゃうよ。驚きだ。ほら行くよ。もったいな。ほら心臓うわーっと言ってるよ。もう驚いちゃってるよ。はい、この少年ね、何も分かってないんだからね、いきなりギャーっとしちゃうよ。もうほらだけどね、あんまり驚かないのよね、調子狂っちゃうわね。もうダラーンと本狙ってもうダメになっちゃっただろうよ。はい、次の女の子、ヘチダビルックの女の子ね、これまた分かってんのかね。行くからね、行くからね。ほら来た。いやおほほほげもうびっくり、星が抜けてどさくさに紛れて触っちゃダメよ。本当に路地裏で津波だ。やってきたのは和製ビヨンセこと渡辺直美、雑誌撮影と称して住宅街のハウススタジオに呼び出した。そしてご存知、イタリアの伊達男ジローラモ。ちょいワル親父は女性に目がない。するとおあつらえ向きに前から女性が。